おはようございます。影、え、山、ー、です。えー、足つぼとボディケアのお店をさせていただいている影山です、えー。今日もよろしくお願いします。ということで、スタンド FM でですね、やっていきたいと思います。 えー、先日ですね、休みの日に、えー、信頼できる保険屋さんに、えー、ちょっとがん保険についてちょっと聞いてきたと、えーまあ、保険本舗っていうところがこう近所にあってですね、そこにちょっとね、えー、がん保険のことでちょっとこう、聞いてきたということなんですけど、えー、僕がですね、その、 保険ってもうほぼほぼ入ってなくてですね、その施術でなんか怪我させた場合とか、そう仕事に関する保険に入ってんのと、あとは県民共済ですね。えー、県民共済が、えー、総合型の保険ですかね、一、えー、月2000円かな。その保険に入ってるだけということなんですけども、ちょっとね、がん保険だけはちょっと入っといた方がいいかなと。うんいや 普段ね、その健康づくりっていうかそういうのはこう仕事柄、えー、しっかりしてるしっかりをしてはいるんですけどもそのがん保険でいつなるかわからんというかそのまあまあ確率でいうのもあれですけどこう2人に1人になる 3人に1人がなってるとかこう言われたりしてるんでその自分の中でがんの保険だけは入っといた方がいいんかなと思ってほんで、えー、ちょっとその信頼できる保険屋さんに連絡して本来い,いついつ会いましょうということでこう行ってきたというところでこう聞いてきてほんで、えー、僕もそんなにこう保険にまあ そんななにお金をかけるつもりはなくてですねで相手さんもよく分かってて一番安い形僕のこう40代でこう一番安くてこう入れるものはどんなもんかで、えー、このパターンのやつがってでやとこれぐらいで全部込み込みやとこんな感じってこう4つぐらいこうプランをこう用意してくれてはってですねで一番安い保険やとですね も百一月1600円ぐらいでこう入れるという保険があったんですね。で、それだとですね、がん、えー、と診断されて、えー、入院した場合、えー、毎月10万円が出るということですね。ほんで、えーまあえー、いろいろ治療をし,しても、それはしっかりと出るということですね。 えー、だから放射線治療やったかなあとがんのそういう、えー、名前のあいつ何う忘れましたけどそういう治療をする形になればこう通院でもこう出るかな,なんかそういう形で,で緩和ケアとかね、えー、そういうことでもこう出るんかな、えー、そういうふうになってると。 いうことでただしねその保険の場合やと例えばがんと診断されず入院したりしてもですね毎月はその2,000あっち1,600円ぐらい払わなあかんっていうことをやったんですね。で、えー、がんのこうがんになって困ることっていうのは何かなと思ったらやっぱりこう仕事ができなくなってそのお金がこう収入がなくなると。 いうことになるんですね、うん、それがほんでえ年、ー、いってる場合と若い時とで違ってですねだからまだ若い例えば40代50代とかでこうなったりするまあ60代もそうかな、えー、なるとですねやっぱりこういろいろ困るなっていうことでそのがんと診断された時はですねもう、えー、保険料は払わんでいいっていうそういう免除 そういう保険料を払うのを免除できるそのガンと診断されたら免除できるっていうやつをつけると1月2000円ぐらいなんですね。でいろいろそのオプションがあってですねその他にいろいろあってその例えばこう先進医療の、えー、治療を受ける場合はプラス80何円かなするとそういう。 も、えー、ものもつけられるとかいろいろこうあってですねであであもその先進医療はなかなか簡単には受けられないらしいんですけどもそのこれからこう医療ってどん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 こう進歩していますよね毎日のように進歩していってると思うんですけどもでそういう受けられるその先進医療は受けられる状態にはしたいなということとその がんにかかって入院してんのにまだ保険料をずっと毎月払い続けるっていうのも嫌やなと思ったんで、えー、僕はその2,000円に、えー、その80何円を足したやつそれにこう入ることをちょっと決めたと。 いうことになりますで契約はまだしてないんですけど今度こうしに行こうということですね今度の休みにねちょっと契約しに行くことになると思うんですけどもでそういう保険とで他ね例えばがんとこう決まって診断されたらもう一括で100万円入ってくるっていうような保険もあるんですねそれやと一とが3000円ぐらいかかるんですねでいろんなコミコミ全部入れると7000何歩とかねそういうのもありますしうん でえー、とりあえず今はそれに入っておいてだんだんその保険の保険者、保証の、ね、範囲を広げることも途中からもできると。ただ、えー、とこういう保険というのは若い時に早めに、ね、こう安い価格の時にこに入っておいて。 えー、そういうものに備えた方がいいっていうことをこう言っておられててで、えー、もしねその備えが、まあ、例えば100万円ぐらいねこうパッとこう何か困った時に、えー、治療費として払える状態があればですね保険っていうのは基本的には払入らんでもいいんじゃないかなっていうことをこう。 保険屋さんやけど入らんでいいんちゃういいんと思いますよっていうことをこう言ってくれたってやっぱこの人信頼できるなと思ってたんですけどもそのだからあの国民の国民保険国民健康保険国民年金、えっと、どっちにしろその最高額が決まってるんですよね。えー、1月にこう 年収がこれぐらいやと最高でここまでしか払わんでっていうのがもう、えー、決まってるんですよね。そういう保証があるんですよね。で、えー、だからですね、そこまでかからない。あと、だから、例えばそのベッド代とか食事代とかいうのはベッド払わなあかんのですけども、えー、治療としてはですね、最高で例えば一月こう、10万やったら10万までとかね、えー、そういうふうにもう決まってるんですよね。だからそれ以上は いでいいですですよど、ね、ただその先進医療を受ける場合はそういうのが外されていくんでちょっと変わってくるらしいんですけどね、うん、っていうのがこうあるということで、えー、まあまああのとりあえずだただそのがんでっていうのがんの確率っていうのは結構その確率的にはあると、えーまあ、有酸素運動をこう次週3回 1>, えーえー、1回30分以上やって1日30分以上やってそれを週3回以上こうやっ有酸素運動をやってるとがんの確率はこう6分の1になるとかいうのをこう聞いたりするんでそのだから。 え2人に1人かかるけどそれをやってたらそれがもっと、えー、6分の1になるんでっていうことでだいぶ確率としては下がる、えー、自分の場合はそういういろいろやってるんで確率としては下がってくるけどまあ何が起こるかわからんということと、まあ、2000円でちょっとちょっとしたこう安心というか保証を買うみたいな感じでちょっと入ることにこう決めたということですね。 でもう一つねその火災保険につけられる保険でなんか個人賠償、えー、名前忘れましたね個人なんとかその自分がこう例えば自転車に乗ってて誰かを怪我させたとかあとなんかこう歩いていてなんかカバンがその人に当たってその人がこけて骨折したとかそういうのの保証、えー、もう入っといた方がいいというかもう。 えー、一家に一つ入っとかなあかんっていう保険があってですね、それにもちょっと加入してなかったんで加入しました。それはもうぜひ入っといた方がいいということで。で、まあ、1年間で2000円かからないぐらいやったんですけども、それはですね、その、あれです、えー、家族の中の例えば、長っていうか、その、同居家族。 全員にその保障がつくのと、あと別居してても、えー、独身であれば、えーその、例えば父親がその保険に入った場合は、もちろんその奥さんもそうやし、子供もも全部、えー、同居してたら入ると。 で独身であればですね、別居していても子供にはその保証がつくということになります。ただ、1回でも結婚してて、独身、だから離婚してる場合は、それは外されるらしいんですね。だから、完全に今までずっと独身であって、自分の子供っていうことになれば、その保証がちゃんとこう別居しててもつくっていうような、そういうすごく、こう、入っとかな、そらあかんやろうみたいな保険があるんですね。でそれにもこう入って,いって でえーまあ、僕の場合、あのー、火災保険が年払いになってるんでですね、えー、10月から入ることになったんで、えー、日割りで3か月分の、えー、500何本ですかね、えー、500円ぐらいの金額をこう払うことになりました。うん、ということなんですね、うん。ということで、まあまあ、あのー、 まあ、信頼できるほんまにこう誠実にねこうずっと対応してくれて今までだから、えー、いろいろ相談に乗ってて結局ね保険もこう入らない状態をずっと。 続けたんです、ね、その入ってなくてほんでこんだけ丁寧に説明してくれてて結局入ってないその施術の保険もですねその施術の保険専用のそういう教会があるんでそっちへ入った方がいいですよ言って自分のあれ理にならないんですけどもそれを勧めてくれそれが、あのー、一番ベストですっていうことでこう言ってくれたりして、うん、だから、あのー、こういう保険屋さんにこう出会えてるとこういう こうスペシャリストというかそういう人をこう何人も持つことってこう非常にこう大事やなとこうえ生活する上でですねだからえまあ商売する上ででもですね例えばこう弁護士さんであったり税理士さんであったりとかですねえー他いろいろありますよねそのえ行政書士さんとかいろいろあると思うんですけどもそこでねこうすごくこう信頼できる人 ってていいいうううのをこう自分でこう見つけていくというかそれがまあ人脈というかねなんかそ,のそういう人との人間関係は作っておかないと置、えー、かないというかもう作ってそういう信頼できる人がいるっていう方がこういろいろとこうよくなるというかそのほんまにあんだけこうしっかり説明してくれる人がいたりするとですね、えー、非常にこうありがたいということでまあ これは何でこんな縁になったんかちょっと最初の頃のことが僕はちょっと覚えてないんですけどもいろいろねこうおられてですねその保険屋さんもいろいろおられましたけどもここまでこう信頼できる保険屋さんいうのはえーこの T さんがもう T さんが初めてということですねうん他なかなかだからこういうのも運っていうかだからそういう意味で言うとそういう なんかね、人間関係というか、そういうものの運は僕は持ってるんだな、というのは、こう思いますね。なぜか、そういういい人とこう出会えているということが言えるかな、というふうに思います。うん、あと、だから、もうちょっとこう、まあ、商売がこう、ちゃんとこうなってきた時になってきたいか。その前になんか知り合えたらいいんですけども、そういう。うん。 そうですねまあ、人脈人間関係を良くするためにもまあ自分をこう高めていくということもこうしていくとあとはいろいろ人と会っていってですねでやっぱりこう何回か会ってるだんだんちょっとこ,うあこの人はやっぱすごくすごいなとスペシャリストやな信頼できるなっていうのがこう分かってくる時があるんでねでそういう人とこう出会えるようにやっぱり、えー、今ちょっとね 人と接触はしにくいですけども、えー、動ける時は動いて、うん、何にしろこうね、うん、あのー。 いいものスペシャリストの人とこう出会えてる出会いっていうのはこう大切にしていきたいなというふうに思いますまあこういう、まあ、実務実務っいうかそういうことだけじゃなくてもですね例えばこうコーヒー豆とかね、えー、僕はコーヒーが好きなんですけどもそのコーヒー豆もこうしっかりとこう おいしいコーヒー豆をこう作ってくる、焙煎してくれる、えー、お店っていうのも僕は近所にこうあってですね、えー、そこのもうコーヒー豆をこうずっと買ってるんですけども、で、毎朝僕がひいて、こうコーヒーはホットコ、ホットコーヒー、今はホットコーヒーです、まあアイスコーヒーにするんですけど、そういうのを入れたりするとかね、そういう、あこれはいいなっていうの。あとね、えー、まあ弁当屋さんですごくこうおいしいところをこう、があってですね、そこはこう、まあ、 に使ってるとかね、えー、何にしろこういろんなものがいいものとこう出会えていくっていうのがこうやっぱり自分でも動いていってそういうのをこう見つけていくというかねそういうのはこう大切かなというふうにこう思います。人、うんえー、人ですよねねやっぱり、ね人 人が大事。だから、まあ、家に閉じこもってると、こう、なかなか難しいんですけどね。僕なんか自宅店舗なんでね、えー、休みはもう、なるべく、こう、いろんなとこ出ていく形を、こう、取ってるということなんですけども、うん。まあ、このままね、また。 うん、そんなにこう無理やりこう人とつながりを持とうとしなくてもいいでしょうけども、えー、いろいろとこういいつながりは、ね、作っていきたいなと、えー、今回の,、ね、その保険屋さんのこういろんな話を聞いていて、えー、接客もそうですしね接客もやっぱプロやなと思いますし、うんあのー、やっぱりそういう人ですねそういうのがこう大切やなということを思ったということでした。ということで今日は信頼できる保険屋さんにがん保険について聞いてきたと。 いうことについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃでいきましょう。どうもありがとうございます。